皆様、本日は JBDF 北海道プロフェッショナルラテンアメリカン部門チャンピオンの宮下和博、各地正恵組にインタビューを行います。宮下先生、各地先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろとざっくばらんにお話を聞きたいと思います。現在 JBDF 北海道では新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から9月10月に無観客にて大会を開催いたしましたが、いよいよ今月11月22日日曜日に札幌豊平体育館にてプロフェッショナル部門も開催いたします。宮下、各地組にとっては約1年ぶりの大会ですね。皆さんご承知の通り、今年は新型コロナウイルスの影響で多くのダンス競技会が開催中止となりました。私たち A 級選手が出場することができる選手権大会は、昨年の11月に行われた第37回同心スポーツ杯争奪北海道ダンス選手権大会以来となります。そうですね、私たちがお客様の前で踊る機会が失われて大体1年ぐらい経過しまして、これでようやく踊ることができるっていう感じです。そうですよね、選手としては活動が制限されて非常に辛い期間だったと思います。また宮下各地組をはじめ、プロのダンスを待ち望んでいたダンス愛好家の方々がたくさんいらっしゃると思うんですよ。で、そのダンス愛好家の皆様に向けて、そして先生の生徒さんに向けて何かメッセージなどありますか？はい、感染対策を十分にしてくださって、大会を行ってくださる北海道連盟の先生方をはじめ、関係各位の皆さんに大変心より感謝しております。はい、ありがとうございます。でまたご自身もね、1年ぶりですから相当気合いで練習してたんじゃないですか？そうですね、1年間出てないので十分に充電してきたので、それを爆発的に出した踊りができたらいいなと思います。これはね、期待できると思います。マサイ先生、どうですか？私も久しぶりに、カメラを通して皆さんの前でございますので、皆さんに先生の踊り見たいわって言ってくださることも多かったので、喜んでいただけるように、そして自分も楽しく踊りたいと思います。そうですね、ありがとうございます。なるほどですね。今おっしゃったように、大会当日は無観客で開催なんですけれども、9月10月と同じように大会当日ですね、解説ブースを作って大会の模様を、実況中継だったり解説を通して皆さんに、お届けする予定なんですけれども、選手の立場からしては、例えばダンスの、この辺を見てほしいなとか、こういうシーンを撮ってほしいとか、なんかそういった要望とかありますか？そうですね、ここを見てほしいっていうか、こう生でしかわからない部分を見せたいみたいなところですね。本当は生の方がいいんでしょうけど、それに近いものを連続を通しても、出せたらいいかな。そうですね、連続通して見て、映像で見て、これ生で見たらもっとすごいんじゃないみたいな、そんな感じが、ね、我々としても、届けられれば、選手のダンスも相当輝くんじゃないかと思いますね。マサイ先生、どうですか？私も全くそう思います。連続を通してからも熱さが伝わるようなことができたらいいなと思いますし、私が頑張っているところを映してほしいです。なるほど、やっぱり、画面を通してもすごい熱意というかね、エネルギーが伝わってきて、そしてまたそれを生の会場で見たらもっとすごいと、そういったことを、選手を通して映していきたいと思います。さあ、宮下各地組といえばですね、 JBDF 北海道が誇るプロフェッショナルラテンアメリカ部門グレードチャンピオンということなんですけどね、ここですね、昨年11月に行われた同心スポーツ杯っていう大会パンフレットがあるんですよね。でちょっとこちらをですね、見てみますと、これこの画角だと、私の iPhone で撮影したものを後ほど、編集の段階でね、やるつもりなんですけど、例えば、プロフェッショナルラテンアメリカの歩みというのがありますね、第1回から、こう来て、ということ、お、来ましたね。
第18回から宮下隠し組第1位ずらーっと来てるわけじゃないですか。この途中に私の名前がちょっとありますけども、ずらーっとこの1ページ最後36回まで並んでるわけですよ。ということはこの大会37回で当然そこも優勝しましたから、相当ずらっと続いてますよね。ありがとうございます。優勝は、はい、通算でいくと同心スポーツ杯を何回優勝してるんですか。ちょっと数えてみますね。まあ19回だね。12345678910111213141415161718、そしてこの大会の19回目も優勝してると。なので第37回までで19回優勝してるわけですから、でも半分以上もはやね、同心スポーツ杯は宮下組と共に歩んできてると言っても過言ではないぐらいの、まあ、これだけ長くねトップを走り続けてるっていうのは非常に大変なことだと思うんですけども、なんかこう秘訣というかここ気をつけてるよみたいなことがありますか。ここですか。日頃からまあ、普通に練習してることなんですけど、そうですね、まあ秘訣といえば健康と運ですね。健康と運、運気を上げる、運気を上げるなんか神社巡りとかしてる。いや、何もしてないです何もしてないの逆にそうです、運を何もしてないけど、運を高めようとなるほど、もともと運がいい運勢になるかもしれないですね、そうしたらね。いや、そうかもしれないですね、それは言えるかもしれない。健康もね、もちろん怪我したらね、あれですからね、そういうことですよね。まあ、まさに何か、いや、私は衣食同源というのとか、衣食同源、はい、ちゃんと体に良さそうなものを、健康的に過ごせるように。そうですか、これは貴重なね、情報をね、お聞きすることができました。ではですね、今長らく続けてきたチャットとね、走り続けてきた秘訣みたいなことをね、お聞きしたんですけど、逆にスタート時期ですね、ダンス始めた頃のエピソードをね、お聞きしたいんですけども、確かお二人は、私もそうなんですけども、学年で大学の部活動でダンス始めたはずですよね。なので、その辺をちょっと宮下先生からお聞きしたいんですけども、はい、そうですね、僕も学年からダンスを始めまして、まあ、最初は入りたては、まあ、どうなんだろうみたいな感じで思ったんですけど、まあ、夏ぐらいに、日本インターダンス選手権を NHK からする、その映像を見まして衝撃を受けて、それからまあドハマりしたって感じですね。なるほど、まあ、日本ってあれなの、多分世界チャンピオン級の踊りが、ね、見える番組ですから、それでドーンと衝撃を受けたみたいな。そこからダンスにどんどんのめり込んでいったと。そうです。なるほど。マサヤ先生も学年出身ですよね。お二人は学年の時には、別のパートナーシップの組んでていたはずなんですけど、アマチュア時代にそしたら何かのきっかけというか、ふっとフリー同士というかっていう感じで組むきっかけ、タイミングが訪れたみたいな感じなんですかね。そうですね、僕は大学を学年は2年生までで、固定のカップルをね、つく時点でついたんですけど、途中でそのパートナーが辞めちゃいまして、それからフリー、それから1年はまたアマチュアの、当時そうですね、高校生ぐらいだったね。あ、そうですか。マサイ先生が組む前に。組む前に。で、またその子も1年ぐらい辞めちゃって、その後にフリーの正哉先生が目の前に現れて、山があったら、ずっと呼ぶみたいな、そこにいたから来るかみたいな。なるほど、目の前に現れたから、組んだら、現在に至ると、だいぶ急ぎましたけど、意外と長続きして、相当長いね、キャリアをね、続けてらっしゃいますけど、始まりのきっかけっていうのは、運ですよね。やっぱり先ほどね、運がいいとおっしゃってましたけども、そういうところにも運が、発揮されてるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ではですね、こんな形でいろいろね、お二人のエピソードをね、お聞きしましたけども、最後にですね、贅沢なお願いがあるんですけども、11月22日に北海道ダンス選手権
開催されますけども、やはり無観客で開催されるということで、直接見に来れたわけじゃないですか、ダンサー愛好家の方々。なので、そのダンサー愛好家の方々に向けて、大会への意気込みを込めたお二人のダンスをちょっとだけ見せていただきたいなと思うんですけど、どうですか？わかりました。もちろん喜んで踊らせていただきます。ありがとうございます。それですね、大会当日の実況中継ね、お二人少し多めに、ちょびっと多めに映したいなと思うのでよろしくお願いします。では皆さんね、これから準備してもらいますので、後ほどお楽しみ。
楽しみにしてほしいと思います。宮下先生、松井先生、今日は貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしてますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではぜひ皆様、映像を楽しみにして来年ね、ぜひ生で見てほしいと思いますので、よろしくお願いします。それではさようなら。皆様、本日は JB リーグ北海道プロフェッショナルラテンアメリカン部門チャンピオンの宮下克弘、宅地正恵組にインタビューを行います。していただいて、北海道ダンス選手権